自ら考え、自ら道を開く、そういうことのできるような人生を歩んでいってもらいたいと思います。本日、令和4年度日本大学習志野高等学校の入学式が挙行されるにあたり、日本大学を代表して新入生の皆さんにお祝いの言葉を申し上げます。これまで温かく見守り支えてくださったご家族の方々にも心よりお礼お祝い申し上げます。皆さんの中で夢を持っている人、手を挙げてください。中学校と高校の3年間を持つそれぞれの意味は大きく異なります。高校での生活は今まで培った知識や知恵をさらに深く探求するだけでは終わりません。先生、本学に入学を許可されました。私たち426名は本学の見学の精神を大切、教育の方針に従い、学卒などを叩く。はい、それでは一学園の主任からですね、ご紹介させていただきます。一学園主任、小松誠先生です。よろしくお願いします。今日から数学情報